と下行く。逆走さえなるんだ。オッケーオッケー。ちょっと待って。これさ、病院で治せないかな。病院ない病院。病院北の方にあるな。まあ、まあ別に普通に歩けるから行っちゃいいんですけど、十字キーの逆を押せばいいだけだから、あれまた変わった。また変わったボタンの。あー、なるほどね。そっか、十字キーがこう、なんかめちゃくちゃなるんだね。そうね。あー、ちょっと待って。うまく操作できねえ。こうか。あー、違うな。こうか。うまく操作ができん。ちょっとこれ直してくれ。直せる？病院で。まあ、どうだろう。説明、直してほしいんだけどな。とにかく先生に相談してみることね。オッケーオッケーオッケー。先生は、どこだ？先生いるかな？いたいたいた。あー、ちょっと待って待って。ちょっと待って。操作がうまくいかん。あれ？ちょっと待って。上か。上押せばいいのか。こうか。私の注射は痛くないって評判よ。安心してね。いるよね。注射うまい看護師さん。見てもらう。お金が、うわー、金ねえってかよ、もう。ちょっと後からお金持ってくるからさ、直してくれないかな。マジか。ちょっと待って。金持ってこないとダメか。ホテル行ってお金下ろしてこないとな。ちょっと待って。西の方だよね。だよね。ちょっと今は割と十字キーちゃんと効いてるけど。おお、なになに？なんだ？ああ、はいはい、写真。写真家か。駆けつけるのも早い、撮るのも早い。天才写真家です。思い出の写真を撮りますからね。さあ、こっち向いて撮りますよ。チーズサンドイッチ。あ、キノコ消えた。あ、写真には反映されないのね。どうせだったらキノコついた状態で撮ってほしかったですけどね。まあ、だから常にお金もある程度こう、持ち歩いとけってことなんでしょう、これは。そういうことでしょろ。あー、ちょっとまた操作効かなくなった。こうか。今上を押してます。十字キーの上。で、どういけばいいんだ？こうか？あ、違うな。わかんない。こうか。こう、ん？違うな。こうか？こうか。これでいいのかな？わー、ちょっと待って。操作がむずい。こっちか。よし。あれ？また変わった。また変わったよ。こうか。さあ、金持ってきたぞ。金持ってきたから直してくれ。はい。うちで病気しか直せないんだよ。悪いね。いや。これどうすんのこれ。直してくれる人いないのこれ。すげえやりにくいんですけど、薬局行くと治るかな。やーばい、このキノコ状態なんとかしてくれ。隣のスリークの町のゾンビに噛みつかれてね、また入院してるんで。ゾンビ、はい。いいものを忘れたんだけど取りに行けなくなった。バスがなんだかトンネルで戻されちゃう。あー、なんか前作でもそういうのあったな。はい、ちょっと待ってね。処理止まったね。はい、ちょっと途中で止まったりしますけどね。ちょっと待ってくれ。これ操作がむずい。こうか。いやー、これ直してーなー。どうやって直すんだこれ。病院でも無理か。薬局行ってみるか。
でもなー、いやー、どうしよう、どうしよう、うわー、すげえ歩きにくい。ちょっと待って、ちょっと待って。どうしよう、これ。これもう実況にならんすよ、これは。ちょっと待ってくれ。実況にならん。とりあえず歩きたい方向だけはちゃんと。ドラッグストア。ドラッグストア。これ何これ。これなんだろう、デパートかな。あ、デパートっぽい。あ、デパートだ。オッケーオッケー。ちょっと待って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 。あー、千利休さんどうもこんばんは。これ、ちょっと待って、操作が むずい。トンズラブラザーズのチケットをお求めですか。いや、いらないっす。いらないっす。なんだ、お客様かと思ったわ。いや、そっちが今、木のコーナーを押したい。返品じゃない。返品じゃない。木のコーナーを押したい。くそー、歩けねえ。あ、オッケーオッケー。切り替わった。今またちゃんと歩けるようになったけど、これまた、いつどのタイミングでこれ歩けなくなるか。これ、ベーカリー違うな。薬屋さんないの？薬屋さん。ちょっと、あー、やばい。また切り替わった。十字キーが。操作が。これは、なんだ、ゲームセンターかな？いやー、ちょっと待って、上に行きたい。上に行きたい。あー、ちょっと。ちょっと待って、これ。操作が。こうか。いや、ちょっと、あー。ちょっと待って、待って。こうか。これは、ああ、いやー、違うんだよなー。いやー、キノコ、これどうすんの？これマジで。いやー、これ装備だもんねー。違うよなー。これ、キノコ、ちょっとね、どうにかしてくれ、これ。マジでこれ。いやー、でもなんかジュース飲んで治るとかじゃないよな、これは。この町でさ、キノコを取ってくれる人いないのか？だって、このタイミングでこういう状態上がさ、付与されたってことだから、この町で、いるんじゃないの？このキノコ状態治療できる。なんかねえ、なんかあるんじゃないの？あー、また切り替わった。ちょっと待って、下の方に行きたいんだ。いやー、ちょっと歩けねえ。 こうか。これ何？バーザーかなんか。盗っ人広場は物騒だけど、結構なんか盗っ人広場っていうこのネーミングがもうあれだよね。 いいのかこれは。なんかキノコ直せるもの売ってない？人がさらわれたとか何か盗まれたとかそういう話だったら、大抵はこの盗人広場の大親分のトンチキ様が関係してるんだ。恐ろしいお人だぜ。あー、ちょっとこれ、自宅帰ったら治るかな。あ、なんかでもこれ薬っぽくない？いや、薬売ってるっぽくない？これ。古道具屋なんだけど、売ったり買ったりするものが今はないんだよ。だからよ、古道具屋の看板を売ろうと思うんだ。いらねー。いらねえ。いやー、ちょっと待って。どうにかして直せない？卵いらん。いらん。いや、まあ、今卵どころじゃねえんだよ。キノコ直してんだよ。トンチキさんは確かに善人じゃないが、義理と人情に厚い立派な親分だ。食事には欠かせない味付け小物いかがですか？あら不思議。何か食べようとすると自動的に振りかけちゃう不思議な小瓶に入ってるよ。何にする？いやー、違う。いらん。そんなことよりも、キノコ直してくれ。たくさんの壺を眺めているととても心が和みます。でも、壺も好きだけど、すぐそこで売ってる道具屋の看板。手に入れたいな。盗んじゃ、あー、これ買って、こっちに持ってくりゃいいのかな？これパン屋さんっぽくね？路上販売なのでハエもたかったりしていい味に仕上がってるよ。何しん、いや、食いたくねえ、これ。 こんなもん食いたくねえわ。はい。あ、中村さん。38歳ニート中村さん。こんなところに。らっしゃい。世界で一番すっごい物差しを買って。いや、いらん。ちょっと待って。なんかくだらねえもんばっか売ってんな、これ。
ちょっと待って、この人がトンチキさん、ぬははは、とにかく話は俺を倒してからだ。ちょっと待ってくれよ、もう。HP は低いしさ、キノコは治らんしさ、不思議な気持ちになっている。くそ、ヒーリングで治らねえもん。うーわー、めっちゃ食らった、これ。オッケー。必殺打っちゃうか。どうだ、80。いや強いね、強いね。おっ、オッケー、いけたいけた。よし、980、すーげえ経験値。確かに俺が盗っと広場のボスのトンチキだ。屋根から飛び降りたとき足を捻挫しちまってな。とはいえ俺の負けは負け。大した坊やだぜ。どうせ行方不明のパッツンって女の子のことを聞きたいんだろう。俺はグレートフルデッドの谷にある秘密の小屋を貸してやっただけだぜ。デブの子供と青い服を着た怪しい奴がさらってった。デブの子供と青い服、あいつじゃねえのか。パッツンってこう、なんとか今日の、なんとか今日の生贄にするとかって張り切ってたぜ。もう殺されてるかもしれねえな。早く行ってやれ。パッツンってこう救い出したら、また必ずここに来い。必ずだぜ。オッケー。まあ、来てもいいんですけど、いや、これマジなんとかしてくれ、キノコ。まあ、特に、どうこうってのはないけど、いやー、ちょっと待ってくれよ。操作ができない。くそ、いや、ちょっと待って、ちょっと一回地図を広げて確認だ。キノコ、これどうすんの。これ家帰って治るかな。いや、でもこの状態でさ、実家まで帰るのもこれすげえ大変よ。これある程度のこう時間が来たら治るとかじゃないもんね、これ。わあ、なんか、わあ、顔色悪いおっさんいるな。顔色悪いハゲたおっさんいるな。ちょっと待ってくれ。いろいろイベントに絡みたいんですけど、まずこれ直さないことには、ちょっとね、ちょっと厳しい。どうしよう。民家とかで、直せる人いないかな。いないか、直せる人。キノコ取ってくれ。いないかな。いると思うんですけどね。このタイミングでさ、この状態上付与されるってことは、いやー、ちょっと話しかけられない。話すこともできない。くそ、ちょっと待って。こうだから、こうか。発明家のお兄ちゃんがこの町には2人も住んでるのよ。私も何か発明した。いや、発明はどうでもいい。発明はどうでもいいんだ。わー、ちょっと待って。くそー。ああ。くそー、ダメだ。操作がうまくいかん。ちょっとキノコ直してくれ。どうも誘拐されたらしい。未確認情報だけどね。いやー、困るね。あ、切り替わった、また。オッケー。正常に、とりあえずは一時的だけど正常には戻った。パパとママはハッピー村の教祖様に会うって出かけてるんだ。なんかやだな、宗教って。あー、ちょっと処理が止まっての。 OK、2、3秒ちょっと待ってれば勝利がまた再開されるから、いや、それはいいんですけど、困ったなぁ。なんかキノコ欲しい人いない？ふむふむ、なるほど。あんたは小さいけどいろいろと苦労してるんだね。ポーラスター、幼稚園のパッツンって娘はいい仲間になりそうだよ。ポーラスター、宿屋に泊まると、キノコが治るわけねえか。ちょっと泊まってみるか。だよね、治ってないよね。
治らないんすよね。いやー、ちょっと待ってくれー。操作が。あ、いる。同じような人いる。ちょっと待って。僕の頭に生き残って、はい、やっぱり。最近どうも歩き方がフラフラすると思ったけど、それはこいつのせいだったんだ。面白いからそのままにしておこうと。そのままにすんなよ。いやー、誰か直してくれる人がいるのかな？この辺に。何？なんでもねえよ。いやー、困ったな、これ。でもな、操作がままならないとね、これね、もう実況どころじゃないんすよね、こうなるとね。いやー、まあ、本来で、だったらね、僕、この街着いた時点で、もう今日配信切ろうと思ったんですよ。これ、キノコ直すまで、ちょっと配信切れねえな、これ。デパート行ってもダメだしな、ホテル行ってもダメ、民家行ってもダメ。広場行ってもダメだもんな。ちの、この辺のさ、この辺の家で直せる人いない？これ何？ヤグマン、たったの50です。ああ、ヒントいらない。いらん。なるべくだったらヒントなしで進めていきたい。ああ、ちょっと待って。ああ、操作がまた、十字キーがまた切り替わった。切り替わったね。下行きたいんだよ、下。こっちか。こうか。おい、何？ヴィーナスちゃんのお家ならお隣ですよ。ヴィーナスちゃん。これ？ヴィーナスちゃん。ヴィーナスちゃん可愛いのかな？ヴィーナスちゃん出てきてくれ。この方がヴィーナスさん？いやー、ちょっと待って。いやー、いけないな。いや、違う。あ、治ったかな？あ、治ったね。今一時的に十字キーが治った。うちの娘はスーパースターになるって大都会に行ってしまった。なんとかなすって原因、ん？芸名で頑張ってるらしい。なんとかなす？なす？じゃあ、あんまり受けないと思うんだけどね。これいずれ会えんのかな？いやー、キノコですよ、先に。先にキノコ。これ直したい。今現在は十字キーは正常に動いてるけど、動いてるけど、これがポーラスター幼稚園か。ああ、うん、これだな。これか。この辺にもなんか民家がありますが、オレンジとアップルの。ようこそ僕が発明家のオレンジキットです。僕の評判を聞いたんですか？いや、照れちゃうな。今開発中の発明いろいろあるんですが、お金が足りなくて苦労しています。でも僕、平気です。明るい性格ですから、グレートフルデッドの谷の噂のモンスターを倒すにも、このマシンさえ完成すれば、資金を援助、いやいや、援助するなんて一言も言ってねえけどな。まあいいや。材料費ってことで200ドル。いや、今ない。でも持ってくりゃいいんでしょ？オッケーオッケー。まあ、それは、ああ、また変わった。また、十字キーが、変わった。よし。おお、いるね。ああ、ちょっと待って、進めない。進めないぞ、これ。ちょっと待ってくれ。ちょっと待って。この柵が、絶妙にさ、微妙に邪魔なのよな。こうか。掃除してないから散らかってて汚いけど。僕がアップルキッドですが、お風呂入ってないからちょっと汚いけど。腹減ったら何か食べ物ありますか？そしてそれを、ああ、いいですよ。クッキーとか、ハンバーガーあるな。はい。ありがとう、あなた、いい人ですね。ついでみたいで悪いけど、僕の発明に資金、いいですよ。そうか、やったらいいぞ。ちょっとお金ない、今ない。今ないから、ちょっと後で持ってくるって。いや。操作が、こうか、ゴミ箱の中の、なんか、いいもの入ってない？壊れた機械。
壊れた機械。これをまた何かに使うんだろうけど、いや、今はいいんですよ。今はそんなことはどうでもいい。ああ、ダメだ。こっち行くと、また別のとこ行っちゃうから。ちょっと待って、キノコ直せなくないっすか？ダサい不潔なぐうたらのアップルキットのやつったら、いつも私になんか食べるものないですかとか言うのよ。発明家なんだから自分で作ればいいのに。料理家じゃないからね。料理研究家じゃないからね。私発明家のキットに憧れてるの。ダサくて食いしん坊のアップルキットの方じゃないわよ。ダンディーなオレンジキット様は、まあ対照的な2人って感じか。いや、まあ、それはいいんだが、この状況、どうすんの、これ。いやー、また切り替わった。また切り替わったぞ。こうか。いや、おっさんにぶつかるな。いやー、もう一回病院行ってみる？いや、ダメだったよね。治せなかったよな、病院でも。いや、見落としあるかもしれないからな。いや、ちょっと待て、操作が効かない。こうか。いや、見落としあるかな。さっきダメだったよね。ちょっと治りませんか？いいえ。はい。いやー、ダメだね。ちょっと先生、なんとかなりません？見てもらう。病気しか治せない。やっぱダメか。ダメか。おっさん。これじゃない。私はヒーラー。病院で治せない病気ならわしの出番じゃ。よかった。しかも50ドルだって結構高いな。柔らかくする。ビリビリを取る。わあ、よかった。さっぱりした。そっか、さっき先生にしか、あれだもんね、話しかけなかったから。いやー、これで気持ちが楽になったぞ。これ大丈夫かな、戦って。空振った。地味な兄さん。はい。余計なお世話だけどね。地味な兄さん。とにかく資金援助で400ドルいるのかな？ 400 円。いや、でもな、装備も買いたいけどな。まあいいか。多分あれ資金援助しないと話進まない感じだろうから。はい。じゃあとりあえず資金援助して、今回この辺までにしちゃおうか。装備整えるとかは次だな。そうしようか。引き出す。300円。よし。さっぱりした。ほんとこの十字キーがね、こう、ちゃんとこう、正常に動くってのは、こりゃ素晴らしいね。すごく素晴らしい。どこだったっけ？だいぶ南の方だったよね。この辺でしたかな？この辺でしたかな？あったあった。とりあえず2人とも200円ずつ、まあ出してみようか。はい。いいですよ。はい。200円ね。いいよ、はい。これは世界的に意味のある行いと言えます。早速完成したばかりのグレートオレンジマシン、略称グレオレマシンを差し上げましょう。早い。処理止まったね。はい、オッケー。グレオレマシン。世界平和のために役に立ててください。グレオレマシンを、じゃあ、使えばいいのかな？この先、行き詰まったら。はい。期待してくれてるみたいですね。はい、します。いいですよ。できる限り頑張ってみ、これは今すぐもらえるわけじゃないのか？ね、でもネズミ、なんか、はい。あれだね。出させてくれない感じ。我が輩はマウスである。名前はまだない。主人が世話になったお礼に、こんなものを差し上げたい。遠慮なくもらってくれ。はい。何？受信電話。
あ、我が輩がここにいたら邪魔だったな、ささ。あー、携帯電話、受信、一方的に受信するだけか、これ。受信線はなんでこちらがかけられない。なるほどね。いつまでも通信でうろうろしててもしょうがない。僕はそう思うんですよ。受信電話をくれるためだけの資金援助だったのかな？かな、多分 そういう感じかな。まあでも、いずれにせよですね、もうね、持ち物欄もかなり圧迫されてる、いっぱいいっぱいだから、とはいえな、音のいや、でも持ってなきゃまずいよな。これだとね、宝箱拾っても、ちょっとさ、厳しいからな。どうしようかな。ちょっと持ち物、なんか預けたいけど、穴抜けネズミとか、いや、でも穴抜けネズミも必要だよね。まあいいや、その辺は次回行こう考えよう。あ、自転車。確か記憶によると自転車で買えたような。自転車楽しくて便利なアイテムだぜ。歩くより少し速いし、自転車マニアのギャルにモテモテになっちゃう。いいですね。欲しい。はい。レンタルしか残ってないんだ。借りるかい。はい。はい、ジュースなの。あ、でも持ち物いっぱい。そうなのよ。そうなんですよね。まあ、レトロゲーあるあるだよね。持ち物欄がさ、いっぱいになって、ちょっとこう、やりくりが大変っていうね。100ドルぐらいを下ろしといて、常に100とか200とか持ち歩いてた方が良さそうだな。よし。さあ、すがすがしい朝ですね。ホテルの朝飯とか、最高にうまいよね。ついつい朝飯たくさん食っちゃうんだよね。ビジネスホテルとかに泊まると。エスカルゴ運送。預かり。あ、ちょ、待って。あ、ちょっと待って。親父に電話しちゃった。まあ、セーブはしとくんですが、エスカルゴ運送。配達員が出払って受け付けられない。あ、今来てくれんのかな？もしかして。来てくれるのかな？違うか。ダメか。預けられないのかな？なんかでもエスカルゴ運送ってさ、なんか途中で。あ、来た。そう。これは覚えてる。18は金取るんだ。3つはハンバーガー。壊れた機械。風邪薬。グレオレマシンとか、これだからどのタイミングで使うかわかんないから、壊れた機械もね、どのタイミングで使うかわかんないんですよね。受信電話、穴抜けネズミ。いやー、ダメだ。使えねえ。まだ道具預けられねえわ。よし、まあいいや。じゃあ、とりあえずこれで終わる。おお、なに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 。っていうこと。はい。だいぶ長い時間冒険を続けているようだね。おせっかいかもしれないが、ちょっと休憩してはどうだ？もう休憩しますわ。はい。そうか。じゃあ今日は近くの町で休みなさい。ホテルに着いたかな？いや、さっき電話したけどね。はい。なるほどね。これ呼び、わざわざこう、呼びかけてくれるんだ、これ。そっか。オッケー。じゃあ、今回はね、ここまでにしときます。はい。また、近いうちね。続きやっていきますんで、もしよかったらまた見に来てください。はい。ご視聴ありがとうございました。